にさせてくれてありがとう、ありがとう。現象は変わらないですもんね。そうそうそう、楽しそうに楽しく取り組むか、何でもブツブツ言いながら取り組むか、やることは同じですもんね。んね、そうだからね、それで私なんかね嬉しくなっちゃって、うん、主人今気づいたんですけど、さっきから神様神様の髪を拾うとかって言ってて、神様となんか神様が私の中でこうドッキングされて、神様をそうやって大事にしたりゴミを拾って、なんか神様に繋がっていくような気がしたり、神は神、お金の紙幣、しかも紙幣と、そっちになんか繋がっていくような気がしたり、神様と神様発音も似てるしとか、それを大事にして拾ったりねすることによって、結局多分そっちに繋がって行って戻ってくるような気がする。投げかけたものが返ってくる、神様として神様として返ってくる、嬉しい嬉しい面白いでも本当そうですね、なんかそう思いました。セイカンさんの宇宙法則って誰でもできて、しかもお金がかからなくって、そうそうそう、で大谷さんが言ったそのやるかやらないか、そこで差が出る、ね、その選択の自由は自分にあるもんね。そうなのね、やるかやらないか、だからセイカンさんも知っててもやらないのは、実践することが大事って話されてて、本当にやるかやらないか、そうですよね、やらないのは知らないことと同じだよね。セイカンさん自身がね実践者でしたもんね。ちょっとセイカンさんのこと何も知ってなくてもやってる人はいるじゃない、もう実践されてて、でもやっぱりそういう方で爽やかですよね、爽やか、ニコニコして海もニコニコして拾って、本当に私あんなにニコニコしてゴミる収集者の人初めて、私もこの間も話したけど、骨折したんですみたいなのお話を、ショップさんの方がすっごく明るくキラキラした声で話されたって、これも大事だなと思って、そうキラキラした声で話すのもすごく、多分神様喜ぶんだろうなって、そうとなんかお試し現象が来ていたとしても、そうですよね。私は昨日今日朝一で記帳するのに銀行のカードを持って帰ってたと思ったんですよ。忘れないように入れとこうと思って、ちょっとポーチに入れたつもりだったのに、家に帰ってお弁当箱をタッパーをしまおうと思ってその袋見たら通帳が入ってなくて、でも会社と家と事務しか行ってないから絶対に落とすわけないから、じゃあ、会社になるかもしれない、起き忘れたかもしれない、で昨日満月だったじゃないですか、でうちの近所ってもうビルが高いビルばっかりで、月がほとんど見えないんですよ、で、ねえパーコさんが今日満月よって教えてくれたから楽しみにしてたんだけど全然見れなくて、まあしょうがないかと思って、で通帳を取りに行って夜会社に来たの、そしたら案の定ちゃんと自分の引き出しにしまったって、ああよかったと思って、で通帳をなくしちゃったかもしれないってドキドキあったんだけど、なんかこれはなんか楽しいことがある、なんか楽しいことがあると思ったら満月が見れたんですよ。もう神様ありがとう、これを見せたくって私に通帳を忘れさせてくれたのねと思って、そうだから、ああ聖観さんに教わっててよかったなって思った。またこの満月って言うと、お父さんも見えるんですよね。そう思い出すからね。そうなんですよ、面白い。だからなんか本当に一喜一憂しないで、なんか
でワクワクしてるとワクワクした出来事が起きるので、本当本当それ楽しんでると楽しんでることが繰り返される、ね、そう昨日はね、うん、結構低かったんですね、お月様の位置が。だからこれじゃ見えないなっていう位置だったから、うんうんうん、でも会社に来れたおかげで見れたので、うん、本当に嬉しかった、うん、そう8月は2回あるから、あ、そうか、そうか、もう1回31日あるので、ね、で自分はそうやって満月だよ満月だよと人に言いまくってる、全然自分は見てない、そうそうと寝て寝るのも大事大谷さん12時間だけ寝るの、そういえばあの宝くじがもうすぐ販売終了になるんですけど、最終日が一粒万倍あ4日かな、そしたらもう一つね転写、あ、そうそう、転写日と重なって、何日？4日じゃないですか、え、4日、あ、明日、明日最終日、はい、あれか、しかも大安で、そうなの、そうそう、お世話をしたり、そうそうそう、すごい日だ、だからお金にまつわるいい日なので、ぜひあのまだの方はチャンスセンターみたいな、でもきっと混むよね、そうでしょうね、お金と仕事に困らない、そうそうそう、 CD の方もお話ご紹介を兼ねて、そうそう、はい、最後は宝くじでお金と仕事に困らないお話でした。はい、今日もありがとうございます、ありがとうございます、ではまたね、またね、ありがとうございます、苦しく辛い時のおかげで幸せ感じる時くる、幸せありがとう、ありがとう。